はい、皆さんこんにちは。それではですね、今日はアガルートアカデミーの全国模試のすすめということで、他の資格スクールとか独学で勉強されている方に向けてお話をしていきたいと思います。担当はアガルートアカデミー専任講師の豊村啓太です。よろしくお願いします。他のスクール行ってる人、例えばレックさんとか、タックさんとか大原さんとか伊藤塾さんとか、あるいは独学で勉強してる人っていらっしゃると思うんだけど、基本的になんかパックの中にその模擬試験全国模試入ってますよね。レックだったらレックの全国模試だったり、タックも模試が入ってると思うんですよね。で、基本的にその模試を受けるっていうのが一番メインになってくると思うんですが、最近の受験生とか合格者っていうのは、例えばレックの受講生であっても、例えば伊藤塾の模試を受けてみたりとか、他の、大原さんに行ってるけれどもタックの模試を受けてみたりとかっていうことがあるわけね。つまりその予備校によっていろんなその模試の癖というかね、そういったものがどうしても出てくるので、複数の受験者層のいる模試を受けることによって本番に備えるという方が多いと思うんですよね。でそんな中で、例えばレックの受講生なんだけど伊藤塾の模試も当然受けますよとか、タックの受講生なんだけどレックの模試も受けてますよっていう人がいらっしゃると思うんだけども、今回アガルートアカデミーの模試受けてみませんかということをお勧めしてみたいと思っています。でこれ一つポイントはですね、アガルートの模擬試験というのは実は全1回なんですよ。全1回なんですよ。だから例えば勉強していて自分のやってるスクールの模試があると、で他のスクールの模試も受けようかなと思うんだけど、例えば全2回だったりとかすると、複数回あるとちょっとそれは多いかなと、回数的にという人もいらっしゃると思うんですよ。でそこに合わせてアガルートアカデミーの全国模試というのは全1回です。でこの全1回の中に今年の出題が予想されるところとか、もうちょっと言ってみれば山当て的な要素も含めてね、今アガルトアカデミーのその講師スタッフ総力を込めて、この1回に込めて作っている模試ということになります。ですので他のスクール通ってる人、もちろん独学の人も含めてね、他のスクール通ってる人は自分の通ってるところのメインの模擬試験あると思うんですよ。全国模試があると思うんですよ。まずそれもちろん受けるとして、プラスどっかもう一個受けようかなと、あるいは2つ受けて最後にもう一個受けようかなと迷ってる方は、ぜひこのアガルートの全1回の全国模試検討されてみてはいかがかと思います。このアガルトアカデミーね、基本的にその教室クラスでやっていくっていう予備校ではなくって、通信メインのところですので、通信で受けていただくと、つまり模擬試験をお送りしてそれを採点するという形になるんですけれども、このアガルトアカデミー全1回の全国模試というのを、皆さんが受ける全国模試、皆さんが通っているスクールのメインの全国模試、もしくは独学の人がここだと決めた全国模試プラスもう1個受けるんであれば、ぜひアガルートアカデミーのこの全1回の全国模試、アガルートの講師そしてアガルートのスタッフ総力を結集して、この1回、あえて1回なんですよ。もっと何回もやろうかっていう案ももちろんあったんだけど、全1回、これあえてなんですよ。ここに全部の山当ても含めたものも注入していくということで、この全1回に全勢力を注ぎ込んでおりますので、ぜひアガルートアカデミーこの全1回の全国模試を50個検討されていただければと思います。はい、というわけでアガルートアカデミーの全国模試のすすめということで、今日はお話をさせていただきました。アガルートアカデミー専任講師の豊村啓太でした。ぜひご検討ください。